こんにちは、即家塾の久保です。え、YouTube で稼いでいきたいという方にはね、まあ耳寄りな情報をこの気になる男シリーズではやり取りさせていただいてます。なぜなら、高さんも YouTube で稼いでいる。私も10年間 YouTube で稼いでいる。これほど役に立つ YouTube のやり取りってなかなかないと思いますよ。これは気になるでしょ。いや気にならないとしたら YouTube で稼ぐセンスはないですよ。申し訳ないけどないですよ。稼いでる人が 稼稼げげた話話そうな話こういうのを毎回毎回やっていてどう考えたところからどういうふうに考えればいいのかっていうふうな思考の進化のことを言ってるわけなんですよえそして前回もタカさんがね非常にいいことをたくさん言ってくれましたよねタカさんねうんそれは何かっていうとね視聴者さんに価値のある動画を届ければ稼げるってことなんですよいや分かってるよって言,う言われるでしょシンプルでしょでもねじゃあ視聴者さんが どんな動画に価値を感じるかってどう思われますこれね、即化軸的に分析すると、お金の問題解決、仕事の問題解決、健康の問題解決、恋愛関係の問題解決、これを発信すれば、とにかく視聴者さんには、なるほどというふうな動画を届けることはできるんですよ。科学すればね。でもね、科学外のことで、何のスキルもない人が、大した手間もかけずに稼ぐ例もあるんですよ。 動画をたくさん作っているとたくさんの動画がサジェストで上がってきます私の動画の作る種類や数が変化すれば当初上がってきたものが今は上がってこないでも当初上がってきてなかったものが今だから上がってくるってものが結構あります例えば私は動物園に子供と一緒に行く時にその模様を撮ったりします子供もも撮るし動物も撮ります そうなると私の YouTube チャンネルにログインしたときに動物の動画が上がりやすくなる小さな子供たちが遊んでる動画が上がりやすくなるですよアップロードを繰り返すことによって私がどんなことに興味関心があるのかってことを YouTube が判断してその動画を私に届けようとしてくれるわけですよね、まあ、ですんで最近私の YouTube チャンネルにはアイドルさんが上がってくることはないんですよ2013年2014年あたりは私は アイドルののコンサートを主催ししてましたのでアイドルさんの動画をバンバン上げてたんですよね。そうすると関連動画はアイドルさんのばっかりでまあ毎日若い女性がねにぎやかにミニスカートで踊る姿でにぎわってたもんです。まあこっぱずかしいところもありましたけどもね私自身。でもそういうふうな感じでどん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 ねどんなことを手掛けるかによって YouTube が答えてくれるものとか集まってくる視聴者さんとかそれから YouTuber さんの種類も変わってきます。 今私が YouTube の話をしていると、タカさんの YouTube 動画も上がってきやすいんですけども、似たような方のね、YouTube 動画も上がってくるようになるんですよ。えー、っとね、具体的にね、お話しすると、今、ちょっと名前が出ませんね、でもね、<laughs> 名前が出ないんですけども、そうですね、ちょっと前の例ですけども、池早さんっていう方のお話し,しましょうか。池早さんの動画、スライド動画だったんですけども、タカさんと同じようにね、 白いバッグに黒い文字が書かれていてそれを池早さんが顔出しせずにずっと読んでるってやつで5分から15分ぐらいの動画がバン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 毎日上がってきてたんですよでそこにはネットビジネスとか情報発信についてどう考えればうまいかってことのノウハウがいつもいつも詰まっていたんですよねですんで私も拝見させてもらいました最初にチャンネル登録者さんってなんか3000人ぐらいだったと思うんですよ というのが、池早さんっていうのは、もともとブログで有名な方だったらしいですよね。ブログっていうのは当然ですけども、顔出しをしません。文字が書いてあるだけです。その書いてある文字に価値があるから、その文字を読み続けるっていうことが起きていって、その連鎖でファンが増えたわけなんですよ。でも池早さんはブログからそのまんまそっくり YouTube に変わってきた時にも、基本的にはブログと同じことをやってるんですよ。つまりはスライドショーですよね。文字が書いてあるものがどんどん入れ替わるだけと。 それを読んでるだけみたいなことが繰り返されて、池谷さんって方は声は出るんだけども顔は出てこないってことを続けておりました。で、私が当初ね、見た時には確か3000人ぐらいだったと思いますけども、えっ、ー、と、1年間見てるうちにチャンネル登録が10万人になりました。ね、すごいでしょ。いや、このね、スライド動画だけで3000人から1万人へっていうね、そのプロセスを見させてもらったのは、私にとってもね、ものすごく学びになりました。あの、あれこれと、 手を尽くして動画でね編集してテロップをつけて BGM つけて効果音つけてってもいいんですけども池早さんなのにただしゃべってるだけでも喋る内容に価値があれば人は集まってくるってことなんですよねうんすごいなぁと思いましたあ、ちなみにタカさんもうすぐチャンネル登録200人じゃないですか私がタカさんに出会った時っていうのは170人いってなかった時だと思うんでこの1ヶ月弱の間に結構なねチャンネル登録者さんファンの信頼の 現れだと思います本当にすごいなと思いますよ。で、一人一人のチャンネル登録がノリで登録したっていうよりも、次の話にも期待してますよっていうね、思いがかなり込められてるんじゃないかなというふうに、このやり取りを通じて感じております。私がタカさんに気になるところがあるとすれば、一つ、そこですね。まさにタカさんの次の動画が気になるわけなんですよ。それをこの 一月弱のやり取りの間で感じさせていただきました。これは私にはないところじゃないかなと思っております。すごいですよね。えそしてですね、動画をたくさん池早さんが作る中で、途中から池早さんは顔出しをしてきました。その事情を池早さん自身はこういうふうに分析して話してくれたことがあるんですよ。毎回毎回スライドショーをずーっと出しながら言葉で喋ってるんだけども、ある時から広告がつかなくなった。収益がガクンと落ちた。これは何なのかなと思ったら、やっぱり昔のね、 なんかエンドロール動画と同じような判断がされたんではなかろうかというふうに思ったんで、私は顔を出して、そして自分の動く姿を見せることによって、あ、スライド動画じゃないんですよと、エンドロール動画じゃないんですよっていうふうな演出を出して、そして YouTube にそれを分かっていただこうということで、工夫をしたんですっていうふうなことを話しました。そうすると収益は戻ってきたらしいんですよ。 で、これは本当にそうだったのかどうか分かりませんけども動画を作ってる人がたくさんたくさんいろんな角度から考えてるから推論が出てくるってことなんですよねいろんな仮説推論が出てきてじゃあこうしてみようかなと思ったら問題が解決したから多分これだったんだろうっていうふうに行き着くんですよつまり誰かに教わることなく自分で考えて自分で判断して自分で行動した結果自分なりの答えにたどり着いたってことなんですよ もちろん答えにたどり着かないこともありますんで、そういう場合は別のことを試してみるっていうふうな旅が続くんでしょうけどね。つまり情報発信すると、自分自身のことを分析することになる。深く考えることになる。そして YouTube の機能でアナリティクスっていうのがありますから、自分のデータから仮説をたくさん立てることができるんですよ。で、YouTube で稼ぎたいって方、多くの成功者の例を聞くと思いますけども、その例っていうのは、その人、その成功者の例なんですよ。 だからそっくり真似だからといって自分自身の成功例にはなりません。ですんで数やることによって自分のアナリティクスを作ることが大事なんですよ。だからたくさんやらないと見えてこないんですよ。動画10本、100本作った人確かに10本なり100本なりのアナリティクスは見れると思います。でもそこには誤差ってものが多分に含まれてるんですよ。その誤差を小さくしていって本当の原因とか解決策にたどり着こうと思うとやっぱりね1000本1 100万本というそのアナリティクスの中から 確率を追っていくってことになるんですよね。まあ、ですので、動画を続けていく人、作り続けてると、どん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 精度が上がってくるってことにはなります。やっぱりね、数十本数百本じゃなかなか見えてこないです。そして、数十本数百本ではあー、YouTube のね、判断基準もぬるいですから、判断基準が甘くなるんですよ。IKEA さんの例でわかると思いますけども、最初、スライドショー動画、問題なく収益になっていたけども、 数重ねるうちに収益化がガクンと落ち込んだっていう話を先ほどさせてもらいましたつまりは YouTube から見てこの人は同じパターンの動画を作っていて何かの勘違いで視聴者さんが集まってきてるのかなこれはちょっとランクを落とそうっていう風になるわけですよこれは一つの YouTube からの高い精度の動画を作ってみてはいかがですかっていう風な愛イるまあいざないかもしれませんよねで はさんはそれに応えてもっと視聴者さんに自分の気持ちが伝わりやすいように自分の顔を出してみた自分の動く顔を出してマイクでこうやってね喋ってスライドショーをここに移すみたいなタイプにしてみたんですよそうすると視聴者数も上がって、えー、登録者数も10万人に向かってグッと急増したってことなんですよね確かに人の心理としてこうやったペーパーに文字が書いてあるものが紙芝居のように入れ替わるよりも 人が出てきてその人の表情とかまなざしで語りかけてる方が対話感があるんですよねだから人気はどん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 加速します少なくとも文字だけで満足する人と人の顔を見た方が満足できる人どっちが多いかっていうとやっぱり人間って人と顔と顔を合わせた方が受け取りやすいってことがあるんですよねだから状況的に有利になるのは池林さんの例で言うと自分が出ていく商売をしてる人が何者なのかどんな顔をしてるのか とととといいいうううこここを、ね、出していくがが大事ななんだろうなというところが一つわわかるわけなんですよね。えー、そして動画の作り方ですけどもそうは言っても池谷さんは顔出しをしない時でもものすごくね人気を出していた特にブログでブロガーとして有名だったわけですよじゃあ文字の並びで何でね書いた人が有名なのかそれは一重に価値ある情報発信をしていると読者さんが認めたからなんでしょうねつまりは読むたんびに学びがある読むたんびに気づきがある このブログを書いてる人に何とかお礼が言いたいなっていう気持ちでコメントを書くいやいつも勉強になりますありがとうございますっていうふうに気持ちが溢れていくんですよこれを一つの言葉で例えると読者さんは発信者に対して仮を持っているってことなんですよで逆の言い方をすると発信者は視聴者さん読者さんに対して歌詞を作ってる状態を作ればうまくいくってことなんですよそのぐらいいいもううお金がが払いたくてしょうがない 次の動画が見たくてしょうがないもうテーマから外れてもこの人が言うことやなすこと日常でも何でもいいパンを食べてるところでもいい見せてくれっていうふうな状態になるとこれはビジネスのレールに乗るってことなんですよね実際私もウイスパンを食べたところからそっか塾が売れたこともありますし全く別の話をしてるのにそっか塾に対して、えー、アプローチをしてくれる方もまあまあまあいるわけですよこれは吉谷さんも同じことを言ってましたけども料理動画から セミナーが売れたとかね、商品が売れたってことは、よくあるみたいなんですよ。ですんで、基本的には価値ある動画を、価値があると思える動画をね、どんどん出していくんですけども、そうじゃない、まあ、いわゆるう、例外の動画も出していくことによって、まあ、人間味が出てきたりとかね、親近感を覚えていただいたりとか、共通項がさらに見出したりとかして、あ、この人いいわーって思っていただけることになるんではなかろうかと思います。え、即可塾ね、実は2017年からリニューアルしまして、 ビジネスをずっと発信し続けてきたその動画からね、これからはビジネスのことをね、話しますけども、一部の方に届けたいんで、今後は限定動画のみにさせていただきますということで、当時告知をしました。当時は毎日毎日ね、数千人の方がアクセスしてくださって、ライブ放送してもね、やっぱ100人前後の方が見てくれるっていうふうな、結構な 人気のチャンネルになっったたところだったんですよ、まあ、当然ビジネスばっかりに特化してきましたんで人の心を揺さぶるようなねそういうふうな発信だったんですけども私もこれから隠居生活に入ることになって、まあ、田舎暮らしという引っ越しもありましたんでね引っ越しをして田舎に暮らしてこれから YouTube の発信を、まあ、あんまりしないでね特にビジネスの発信をせずにやっていたらどうかなと思ったんでそういうふうな形をとったんですけどもなんとですねそういうふうにこれから即可塾の放送は限定した方だけにお届けしますね でも、その限定放送は有料ですからねっていうふうな動画を1本上げたところ、その動画のアクセスっていうのが3000回か4000回ぐらいになったんですけどもね、その中で速化塾っていうのが、なんとね、一発で400本売れてるんですよ。<laughs> びっくりしましたね。30万の速化塾が400本、1日で売れてるんですよ。まあ、正確には1ヶ月間かけて入金があったわけなんで、1ヶ月ということになりますけども、それが今度ね、月収が1億円を超えたっていう経験なんですよね。 まあその瞬間、まあ当然吉谷さんにもこんなことが起きましたってお話したんですけども、まあ月収が1億円っていうのは私の人生最大の達成になると思いますよ。実際その1億円、ボカンと一発で入ったわけじゃなくて、これはいろんな事情がありまして、えっと、分割の方が多かったし、私はず分割をね、30年分割もその当時から認めてましたんで、最初の3万円っていうのがね、最も多かったんですけどね。でも3万円でもね、1000万以上ですからね、月収でね。びっくりしましたよね。私、母親にも言いましたよ。月収が1000万になった、みたいなね。 肩を叩きながら俺「ほらさ月収1,000万超えちゃったよ」みたいなね「ええー、とか言ってましたよ「どうしてそうなっちゃったの?」みたいな感じでね「ホラー」っていうかね通帳を見せたんですけども通帳の記帳がねあのその時ね15分ぐらいかかりましたそれも動画に撮ってるんですけども通帳を入れて実際に1,000万3万円のまあ、400件ぐらいですよね3百数十件の,あの記帳がある時ってずーっとガチガチガチってあの書き込まれてねで2冊目が出てくるんですよで十数分かかりました もう毎全ての行に個人名と金額がバーッと並んでいてね圧巻でしたねそれはね、うん、私の人生最大の達成というのは今のところそれですかねビジネス的にはうんでもこれっていうのはあのもう視聴者さんが無料動画を見て価値を感じてありがとうありがとう早くお金を払いたいですっていう体制になったってことなんですよねえそして今後は動画が 限られた人にしか見れませんよってことになったら、もう見れないのが辛いから、お金を払うから見させてくださいってとこまで来たんだと思います。ねえ、さらに深い話が聞いてみたいという,ふうな方もいらっしゃったのかもしれません。つまりは、次の動画がお金を払ってまで見たい、チャンネル登録してまで見たい、メールアドレスを登録してまで見たいっていうのは、本当期待の表れなんですよ。つまりは発信によって、読者さんに歌詞を作っていた状態が、うまくいったからこういうことなんですよね。借りを返したいって気持ち。 ギブアンドテイクをしたたいいいっていうふうに思ってて思思だだけなんだと思います、はい、そしてちょっと例外的なものがありますけどもこれは私の動画ではないんですけどもねあのカモが池を泳いでる動画っていうのは再生数結構強いんですよすで <laughs> に人間の意志が介在してません人間が出ていません自然の設備がそこにあるだけでカモが泳いでなんか水面でねチャカ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 遊んでるところこれの動画の再生数が数十万回転ってあるんですよでしかもそののの動画の時間っていうのは 1>, 1分とかね。2分とかそこらのもんですよ。撮影者楽でしょ。撮影して1分ぐらいで、よし、終わり、アップロード。再生数20万回、50万回、ね。一体人間の工夫は必要なんでしょうかってところまで来ますよね。いや、だからね、人が求めているものと、これを求めているだろうと思うところと、まだまだギャップが大きいってことなんでしょうね。はい、で、不等化交換の原則について前回お話しました。うん、確かに、 私たちは動画を発信するときに、自分だったら、うん、価値ある動画は作るんだけども、じゃあその動画がね、どっかから売られていたら買うかって言ったら、まあ買わないですよね。なんでかっていうと、なんでこの不投稿交換の原則が成り立つかっていうと、自分が10持っていたら、やっぱりね、5しかないものはいらないわけですよ。でも自分が10持っていて、30のものがあったら、そのギャップを埋める20を欲しいんですよね。で、そういうふうな、 情報とか知恵とか知識っていうのは常に相対関係にありますから自分よりも高い情報密度の高い情報や量の大きい情報っていうのは欲しいんですけども自分よりも小さな価値を帯びていると判断するとこれは欲しくないよってことになっちゃうんですよつまり毎回毎回の動画の中に発見とか気づきとかなるほどとかすごいなっていうものが一つでもあると次の動画に期待していただけるっていう法則がここにありますで多くののの人っていいうのは自分にないものを 情報として求める自分で解決できないものを解決してくれそうな人に信頼関係を抱くってことがあります。自分にできないこととかね、自分ではとてもとてもっていうことをね、人は感心するんで、筋肉番付っていう昔番組がありましたけども、あ人間の体の能力っていうのはここまですごくなるんだみたいなね。で、私も今、武術をやってますけども、武術家の優れた人の型とかね、技っていうのは、YouTube で上がってるものをずっと探すんですよ。 確かに自分よよりりも劣ったレベルの武術はあんまり興味がないですよね常に自分が求めている方向にいる高みに立っている人を見ておきたいっていうことなんですよねきっとはい、えー、でいろいろとここまでで申し上げましたけどもあの人々の価値観ってのはみんな違います、ね、よくね「この人とは価値観が違うから付き合うのやめました」って言うけども価値観が同じ人こそ付き合う必要がないってことに気づくところがあるんじゃないかなもちろん 同じ価値観だからこそ安心できるってこともありますけども基本的には価値観が違うから何でだろうっていう風な自分には思わない発見があるわけですよねそこがだから人間の成長と進化になると思うんですよもちろん自分と違った側面を持ってるからといってこうはなりたくないよねっていう風な考え方もあるでしょうでも A さんと B さんが一生懸命生きてる中で B さんが必要だと思ってやってることが A さんから見るとあんな無駄なことやってって感じるのはこれ仕方がないじゃないですか そもそも趣味っていうのはみんな違うわけですよ。私が一生懸命ね、例えばアイドル活動にお金を使ってるとするじゃないですか。そしたら、もしかしたら他のアイドルさんに興味がない人から見ると、キモいおっさんだな、こんなことに金使って終わってるよってなるかもしれませんけども、やってる本人が他者はハッピーにできないかもしれないけども、自分の気持ちが盛り上がって癒されて、ものすごく前向きになるんだったら、何よりも価値のあることだと思うんですよね。パチンコとか麻雀だって、その人にとっては自分の人生に外せないものかもしれません。 先日安倍総理の国葬がありましたけどもやっぱり意見は分かれますよね国葬するべきだって人と国葬なんてやってるべきじゃないよっていう人ねそれは違いますよ興味と関心と価値観みんな違うわけですから国葬を安倍さんのやったからって言って日本国民全員が一致してやるぞってなるのは社会主義ですからね自由,自由主義のこの日本というところでは そうじゃないよねっていう意見も尊重されるってことこれを忘れちゃいけないかなとそしてビジネスは自分と違った考え方とか自分と違った価値観があるから成り立つとも言えます時に発信する時に自分には全く興味がないことを発信してそれが収益につながることもありますビジネスなんで必ずしも自分が好きなこと興味があることばかりをやるわけではないんですよじゃあ YouTube の再生数とか動画の登録者数ですね 100人になるためにはどうすればいいんでしょうかみたいなのってすでに私は興味がそんなに薄れてます10万人になる情報は欲しいですけども100人になる情報はあまり欲しくないんですよでも YouTube で登録者100人にする方法を多くの人が求めているとすればその動画も出すでしょうね自己アフィリエイトをすることに私はもう感動を覚えなくなってきましたけども自己アフィリエイト未経験の人にとってみたら自己アフィリエイトの方法がものすごく価値を帯びた方法思考法になるんじゃないかなと思います つまりそれが不等化交換の正体なんでしょうね、きっとね。で、人はね、どこまで行っても、人から話を聞きたいっていう欲求はなくならないと思います。ですんで、スライドショー動画も、肉声がある限りは効果があると思いますし、顔出し動画っていうのも、やっぱりこれからも人気が出るでしょうね。まあ、唯一ね、まだ人気がないのが、自動音声ですよ。明らかに機械で喋ってるな、みたいなただたしい語り口調っていうのは、 やっぱり一種異様なあまあ不快感があるんですよねもちろんゆっくり動画みたいなシリーズでもう慣れて聞きやすいよってものもあるかもしれませんでもやっぱり私はねゆっくり動画はね聞きにくいんでそれこそねあの YouTube 大学とかねなんか堀江さんのねあの動画とかね人間が喋ってる方が耳に入りやすいかなってところがありますさあどんどんあの終盤に差し掛かってきますけどもでここで考えていきたいのがね 必然と偶然ってやつです。自分の能力を発揮して自分が何かを表現した時にそれが受けたとしたらこれはね偶然なんですよ、ね。でも人から求められてその求めに応じて答えを出した時っていうのはこれは必然なんですよ。どういうことかっていうと YouTube でこれは当たるだろうと思って発信したことが当たらないことってあるでしょ。だからこれは偶然なんですよ。偶然自分の発信した情報を求めていた人がいれば なんだこの人はいいこと言うじゃんって感じでチャンネル登録が起きるっていうのが偶然ですその偶然性を高めるためにいろんな角度で動画をたくさん出していくいろんな価値を盛り込んだやつを出していくでも視聴者が10人いたら10人中1人ぐらいしか登録が起きないんですよだからたくさんの動画を作っていくっていう労力が必要になる,になるんですけどもでもコメント欄に質問が書いてあったりとかねそれからあのたまたまあ世の中で話題になってることをそれをテーマにして喋ったらどうなるかっていうとこれは当たりやすいんですよね だってて人が求めるることをやるわけですから。特に直接メールなどで質問が来たものに回答する動画ってのは高い確率でチャンネル登録が起きますし高い確率で商品が売れるんですよこれは必然に必然で返してるからなんですよねですんでこの偶然と必然を時にね振り返って自分の動画はどっちなんだろうかっていうふうに見ていくことも大事かなと思います、えー、またねタカさんはねおもてなしの心っていうのを 動画の方でお話しくださいましたけどもやっぱり表がなければ裏もないつまり裏表がないような動画ってのはより人に信頼関係を、えー、及ぼすのかなとそれがまあおもてなしなんじゃないかなと思います。まああのねえー、よく旅館とかでお客さんをおもてなしって言いますけども結局自分の家族が帰ってきたと同じようにお迎えすること。 自分の家族にはするけどもお客さんにはしないよっていうふうなこういうふうなね裏のあることではなくってもう表も裏もないような活動で、えー、お客様のね心理を家族のようなあ関係にしていくっていうのがプロの女中さんの腕の見せ所だそうですねだから旅館っていうのはお客さんが帰ってくるところまあメイドカフェじゃないですけどねお帰りなさいませご主人様なわけなんですよだから例えば常連になった旅館にまた行く時にねあ我が家に帰ってきたみたいだってお客さんが感じたらもう 他の旅館とか行けないですよね私は結構古びた旅館が好きで、それこそね、あの、どっち、ベッドよりも敷布団の方が旅館は好きなんですよ。で、そういうところがどん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 なくなってきたんですけども、だんだん私も行くところが決まってきましてね、泊まるところも決まってきまして、日光に行った時は、まあいろんな有名な旅館あるんですけど、私はね、三日月っていうところにしか泊まらないようになってますね。もうそうなると、 なんか食堂からエントランスからお風呂からもう使い慣れてるところばかりなんでねものすごく過ごしやすいんですよだから新しく泊まるところで次に来ないかもしれないなっていうところはどっちかっていうとなんか無駄を感じるようになっちゃいましたね、うん、まあ今回も様々なことを申し上げました今回スライドショーじゃなくてこうやってフリーで喋ってみましたけどもスライドショーにはスライドショーの良さがあり必ずそこにもファンができますえそして顔出しをすればそちらの方に まあ、あの好感を抱いてくれるかと思います逆に顔出しをしたことによってファンが減るってこともありますからねお前顔が気に入なれんよみたいな感じですじゃあ最後にこの人の思い込みについて一つの例をとってお話ししましょう中学の頃あるねいじめられっ子がいましたそいつは金髪のヤンキーグダンにいつも囲まれて「おいパン買ってこいよ」とか言って小遣,かれたりとか、ね、小遣いくれよみたいな感じでひどい目になってましたそうするとそのいじめられっ子は 金髪の人人は嫌ななだっていううふ先入観がでできるんですよそれから10年ほど時間が経って YouTube でいろんな動画を見ていましたわあ、この人のスライドショー動画面白いなわあ、好きだな面白いな楽しいなっずっと見てたんですよある時そのスライドショー動画を撮った人が顔出しを始めましたそうすると金髪で昔自分をいじめた子によく似ていたんですよその瞬間その動画を見るのをやめましたつまりは自分が嫌な思いをさせられた その嫌な思いをしてきた人の特徴とその後に出会った人の特徴が似ていたらどちらかというと先入観から離れたくなっちゃうっていう心理が働くんですよねでそうなるとねこれを逆に利用することができますこの人は信用できそうだなっていうふうな顔や表情や身のこなしっていうのがもしあるとするとやっぱりね YouTube で人気を出そうと思ったらスーツにネクタイ七三分け 眼鏡をかけてちょっっとインテリっぽいみたいなねあこの人真面目そうだなーって事務所のなんか係員みたいだなーっていう格好は高い確率で当たることができるんですよですんでセミナー動画もね最近は T シャツジーンズで喋ってる方もいると思いますけどもやっぱりねスーツにネクタイでピシッとキリッとした方が実は商品価値を高める可能性が高くなるってことですよね人の思い込みを利用すると講義動画を真面目そうに作ってるというのはね プラスアルファの価値を生むんではなかろうかというところでドリームアカデミーもそんな感じですよねきっとね。はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。